どうも、海作です。はい、さあ、今日は小部屋なんですけど、はい、もうサムネに出てるよね。そうですね。まあ、約おそらくもう1ヶ月以上は経ってると思うんですけども、うん、最近このサムネ多いよね。ちょっと多いですね。まあ、中野くんがね、ちょっと暴れたりなんかしてっていうことなんですけど、うん、でも今回もこのサムネじゃないと成立しないというか、そうなんですよね。まあ、メインチャンネルをご覧になった方々、はい、常の結婚記念日の大サプライズ動画がありましてですね、あれは本当に素敵だった。素敵だった。本当に素敵だったんですけども、まあそこでね、まあ見てない方のためにもね、はい、ちょっとおさらいしますと、まあ常嫁が、はい、出会った時の常がすごいかっこよかったっていうのをちょっと振りに使わせていただいて、はい、常が約20年前にタイムスリップじゃないですけども、うん、髪の毛の色をちょっと黒く染めて、バシッと決めてね、ファッションも決めてっていうのでやらせていただきました。うん、まあちょっとあんまりハマりはしなかったんだけども、はいはいはい、でも俺ら的にはすごい良かったよね。めちゃくちゃ良かったですよ。ことになってまして、うん、でまあそのメインチャンネルの方でももう公開されてると思いますけども、うん、最終的に常どうすんのと、うん、黒い髪の毛になったけども、うん、って言ったら、まあ、常嫁子供たちいる前でね、常が、うん、いや僕はもうちょっともうかかりますと、はいはいはい、髪の毛傷むのがちょっとあれなんで、うん、もう行っちゃいますっていうことを言ったら常嫁がいやそれはやめてくれと、うん、坊主は絶対にやめてほしい、はいはい、みたいなのが多分メインで流れてたと思うんですよ、うん、で実はリアルに、あのサプライズ動画を撮って、うん、撮った日の次だ、2日後か今日。2日後ですね。2日後です。うん、撮影して、うん、あの大サプライズ企画を撮影した2日後です。はい。とんでもない髪の毛になって。すごい。もうサムネで出てると思う。はい。ちょっと聞きたいよね。はい。何が一体どうなってそうなってんのか。いや、ほんとよ。おはようございますって今日来てあの髪型だったから。ちょっともう。そうですね。聞きましょう。これはちょっと聞かねえわね。うん。うん。あそこに。これなんですよね。これなのよ。爪です。これなんですよね。すいませんね。まあ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 、うん、ちょっといろいろ事情聴取したいんですけど、はいはいはい、まあまずね、おそらく、うん、まあ海作チャンネルって動画を撮ってから約1ヶ月後ぐらいになるん、うん、中で、まあ常のこの髪型っていうのはもうひょっとしたら SNS 上で、はい、ちょっと出てるかもしれない可能性ありますね、うん、そう、だからなるべく常は明日から、いや今日から、はい、なるべくこう帽子かぶったりなんかして隠しては欲しいんだけども、はい、まあ2700のネタとかはしょうがないから、はい、出てるかもしれませんけど、はい、知ってる方はもう知ってるとは思うんですけども、うん、改めてね、はい、これ何ですのこれ何ですか何ですかって何ですか。いや、こんな髪型見たことないよ。そうそう、うん、いやいや、もう普通に丸坊主のおしゃれヘアというか、これ誰かをなんか真似たとか、はい、そういうのはあるわけ。あ、でもイメージはロッドマンみたいなイメージですね。はい、これ野菜詳しい、はい、バスケのロッドマンっていう、そうですね、デニス・ロッドマンっていう、はい、まあこんな髪型やったわ、はい、にしたかったんや。そうですね、うんうん、はい、まあ、とにかく髪の毛が傷んでるから切りたかったとそうです、そうです。で、まあ、おそらく視聴者さん的に一番気になってるのは、はい、いや、常嫁やめてって言ってたやん。言ってた言ってた。で、あれからちなみにおとついやん、あれって、はい、ね、で、この約2日間の中で、はい、2日っていうか、まあ、1日ぐらいしか空いてないよね。うん、そうですよ、はい、今日の午前中にやったんでしょ。そうです。1日しか空いてないですよ、はい、なんかどういう交渉があってされたのかな、常嫁は本当に許してくれたのかなとか、うん、そういうのを多分聞きたいと思う、うんうんうん、そう、ちょっと流れ聞いていい、はい、うん、まあ、まあ動画上で、あの時のメインの、はい、まあ借りたいと言ってたじゃないですか、うん、でも本当にこのトップの部分が傷んでたので、うんうん、このままこいつを生かし続けると、あの今後パフォーマンスするときにいつも立ててたりしたんですけど、うんうん、もう立たないんですよ。ああ、もう傷んでると、傷んでったりするので、はい、なのでもう、まあ、一回綺麗にして、うん、もう一度生やしたいっていう意図があったんですね、僕は。はいはいはい。で、まあ常嫁は丸坊主は嫌だと言ってましたよね、うんうんうん、あの時ね、うんうん、でもあの後ちょっと長めだったらみたいなことを言ってましたよね、うん、僕言ってたっけな。ああ、言ってた、うん、言ってた、ちょっと長めでちょっとおしゃれな感じだったらいいんじゃないってみたいな、うん、まあうなずいてはなかったんですけど、うんうん、けどもう僕の中でちょっとそれはダメって言われてないので、うん、OK じゃないかなと。ということで、はい、常はちゃんと常嫁に確認してやったのか、そうじゃないのかね。これはだいぶね、大事なところですね。なんだろうな、めっちゃシンプルやん、はい、うん、
常嫁に確認したかしてないかや、うん、この髪型今日今朝やったんでしょ、はい、うん、確認はしてないです。何してんのよ。つねよ。ちょっと流れどういう流れでしたんよ。いや、でもそのちょっとそろそろ切ろっかなっていうこととかは言ってたりしたんで。そろそろ切ろっかなってだって1日しか経ってないよ。そうよ。いやいや、そうなんですけど、そうなんですけど、けど、ちょっともう切っちゃおうかなとか、うん、ちょっとふわっと言ったりはしてたんですけど、うんうん、え、もう切んのっていう感じはあったんですが、あったと。あったんですが、ちょっとごめんなさい。我慢できなかったんで切りました。すいません。これ実はね、うん、軽くは聞いたんですよ、はい、流れを、うん、したら まずすごいのが、うん、彼これ自分でやってるんですよ。そうなんですね。今日の朝、はい、今日の朝自宅で、ね、自宅で、まあ、子供たちは学校行ってる、で常嫁は仕事を行ってる、はい、自宅で一人でやったんですよ、はい、で何やったっけ、常嫁に一応連絡はしたんやったっけ、はい、もう髪の毛切っちゃうよっていうのを LINE したんやね、LINE してね、今日の朝に。今日の朝で常嫁は仕事してますわ、はい、そんな中一人でうわーってやってた、はい、で何時間もかかるわけ、うん、で、かれこれそっからもう10時間ぐらい経ってるでしょ、はい、うん、で、LINE 上で、既読はついたんだね。既読はつきました。その後、はい、常嫁が、うん、既読スルーされてます。やばくない？いやちょっとでも、でも、いやどうだろう、怒られんのかな。ちょっとカジさん言ってくださいよ。どう、もう言われへんもん。違う、守ってください。守ってください。だって黒、もうだって黒のまんまじゃもう僕できないっすよ、パフォーマンス。いや、じゃあ要はもうちょっと長くてもよかったんじゃないの。そうですね、うん、あ、長さですか。そうそう、あと例えば 2,3 センチ長かったら、はい、ちょっとおしゃれ坊主みたいなのにもできるやん、うん、よくおしゃれじゃないですか。いや、その色はおしゃれやけど、はいはい、もう坊主やん、はい、丸坊主には違いないですもん、ね、違いないやん、うん、はい、例えば中野くんぐらいとか、なるほどなるほど、はいはいはい、ね、うん、もう中野くん今出てええから、うん、このああそっち振っちゃっていいよ、はい、これぐらいとかさ、これぐらいですね、うん、そうそうそう、ああなるほどなるほど、これはね、丸坊主ではないから確かに。で、はい、また伸びてきた時に、うんうん、傷んでるっていうことを消したいんだったらさ、うん、伸びてきたらまた切ったらええやん、はい、もしたらいつか新しくなるわけやから。いや、そうなんですけど、もう言うても僕そのカジサクチャンネル以外、そのルミネ座吉本とか、そうね、あそこのね、劇場に2700円ね、確かに、はい、もう近々入ってたりするので、うん、そこで黒髪では僕出れないんすよ。いや、だから、はい、短めに切って染めたらええやんか、うん、間に合わないっす。え、その美容室予約とかが間に合わないじゃないですか。どういうこと、自分でやってんのやろ。あ、でも自分でなんだろう、そのちょっとかっこよくはできないですよ。なるほどね、はい、長さ的にか。あ、そうです、そういうことか。そこのあれはできないですよ。カラーは自分で上手にはできますけど。なるほどな、はい、常嫁は何なん、どうして嫌なんだろうね、坊主があんまり好きじゃないってこと。もう昔からですね、坊主は。うん、ああ、はい、じゃあだから家の中でもうかぶるしかないんじゃない。あ、帽子をですかとか、はい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 、最悪ウィッグみたいなね。ウィッグとか。いや、部屋の中での帽子はちょっと行儀悪いから、ウィッグとか。ウィッグとか、うん、はい、でも常嫁あの時にだって今はやっぱりあっちの方がいいなって言ってたじゃないですか、そのレインボーの方が、ね、レインボーの方が、うん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 、どうですかね。だから、はい、常に坊主が嫌なのよ。でも、いや、もう伸びますよ、でも髪の毛は。言うてもちょ、もめんとってな、はい、もうそれだけ。もめてほしくないよ、はい、ちょっと本当、その時はマジでなんとか、うん、皆さん、協力。いや、こればっかりはやれることがないから、はい、そうなんですよ、ね、もうやっちゃってるから、はい、もう俺がやったっていうことにするしかないよね。あ、勝手に俺がやったっていう、カジサクがもうやっちゃったっつって、はい、うん、それでいきますか。一番怒られるよ。多分嘘が一番怒られるから。そうっすね。まあでも常嫁って寛大だから、はい、うん、やっぱりすごいやん常嫁ってさ。何がすごいかって、はい、やっぱり旦那を立てるというか。そうですね、その立てるっていうのはいろんな立て方があって、うん、俺が本当に尊敬するところはそれこそメインで手紙でも読んでいたけども、はい、やっぱり
先行き不安なことだってあるやん、人って、はい、で特に常の挑戦することって不安なことばっかりやと、うん、特にパートナーは、うん、そんな中で全力で応援してくださる人やんか、そうですね、常嫁って、はい、そんなに寛大な人やから、はい、そこは最初はもちろん自分を押し殺す人ではないから、うん、嫌なことは嫌だよって多分伝える人なのよ、はいはい、でもやっぱり応援があるから基本、うん、ベースに、はい、だから常がそうやってしまったんだったらちょっともうってなるけども、はい、しゃあないなってなる人やと俺は思う、うん、これでええでも実際そうやと思うね、はい、そうですね、そうじゃない、うん、はい、本当にちょっとでもやっぱこれにね、あの下からにはもうさらにやっぱこれが活かせるように、そうやな、はい、だって今までずっとそうやったんじゃない、おそらく常家って、はい、うん、常って、うん、だからそこはもうよう言うてるけども、はい、常はあんま言えへんやん、はい、これするねんけどどうじゃなくて、もう常はもうこうやから、もうちょっとつ盲信やから、はい、決めたらやる、常嫁後で知るっていうのがずっと続いてきてる、はい、だからある程度慣れてるのかもしれないけどね、はい、うん、にしても派手やね、いや、いいでしょ、いや、なんかもう全部、はい、そうそう、うん、今までで一番派手じゃないですか、うん、これパチンコやったら絶対終わらないこいつ出てきたら、もう本当ですよ、こいつ、うわー大群が出てきたら、確定確定確定やないかいってなるんですよ、これもうやっぱりもうこれぐらい、髪の毛刈ったからこそ、なんかさらにこうパッとしたいなっていう気持ちもちょっと、うん、でもね、はい、これがすごいと思うのは、うん、似合ってんだよ、似合ってる、ありがとうございます、めっちゃ似合ってる、だからこそ許してくれるかも。これ似合ってなかったら、ね、はい、あれかもしんないけど、俺はやっぱりメインね、おとつい、はい、撮影した時に黒髪の常ってもええなって、うん、なったけども、はい、改めてこれを見たら、はい、やっぱ常こっちやなって、やった、うん、俺やっぱりなったからね、えらいもんで、はい、まあまあ、また教えてください、はい、どうなったか、はい、で、ひょっとしたらもう今日この動画出してるでしょ、はいはい、明日、謝罪動画あげるかも、うん、でその謝罪動画のサムネはおそらくウィッグつけてますその流れになるかもしれない、はい、まあまあまた教えてください、はい、わかりました、はい、まあそんなこんなの動画でございました、はい、最後まで見ていただきありがとうございます、チャンネル登録お願いします、 Twitter のフォローもお願いします、またお会いしましょう。